今日はクリスマスコンテンツの撮影です。で今日はちょっとオケージョンコーデということで見てください。私もはい、ドレスアップされてますね。どうですか？気合いのクリスマスです、ね、そう、気合いですよ。クリスマスは女子っぽく、かわいいです。今日はちょっとドレッシーな感じで可愛いですね。ちょっとスペカンが、そうなんです、ちょっとベロアの素材でちょっと大人っぽい感じで、もう1枚でね、これは完成するのでめちゃめちゃおすすめです。で、ちょっとまあカジュアルダウンじゃないけどサイドボアでちょっとゴツめのブーツで合わせてます。ありがとうございます。かわいいという声が聞こえましたということで今日はこんな感じでオケージョンコーデの紹介もしていきたいと思います。あとでじゃあ一人一人、はい、撮っていきましょう。ちょっと合間を、そう、今日はね、ちょっとね、ガンダッシュで撮ります。ガンダッシュ、はい、2本撮ります。ダッシュで、はい、オッケー、やってみましょう。はい、撮影終わったんで、ゆずこっち来てください。これ何ですか？ちょっと今日はクリスマス女子会コーデっていうことで、はい、今日着てもらってるやつを紹介してほしいんですけど、はい、めっちゃ可愛い。こんな感じで、これめっちゃ人気だったやつだよね。あ、そうです、ね、めっちゃ見てくださってる、見てる。それはチコのですか？あ、そうです、チコのものです。かわいい。チコのオーガンジーのワンピになります。ポイント、ポイントは？で、ポイントはでもこの後ろのリボンがめっちゃ可愛い。本当だ、ちょっと大きめのリボンが可愛い。でもブラックなのでそんなにリボンが主張しすぎなくて、なんかそうですね、ちょっと女性らしくも、ちょっとこれからオーガンジーとかも出てくると思うので、うんうんうん、ちょっとトレンドを入れつつも着てみました。でも素材感とこの中のサテンの素材感の違いとかも可愛いかなと思います。ロングブーツとの合わせ可愛い。 ありがとうございます。ちょっとオケージョンになりすぎないようにちょっとカジュアルにロングブーツにしました。さすがです。ありがとうございます。恥ずかしいじゃあクリスマス、はいはい、クリスマスパーティー楽しみましょう。あ、撮んないです、撮って撮っていただけて、すいません、お邪魔しました毎回やる人、一発ギャグみたいな今無茶振りが、芸人じゃない無茶振りが今、いやちょっと出てきましたが、すいませ ん、すいませんリコちゃんです、お願いします。おはようございます。おはようございます。カーデですね。カーデはめちゃくちゃ大人気の、大人気の弁解ブルーを着かせてもらっていた色違いを着てきました。ね、今日は女子会ということ で、 女子会コーデで、ポイントは何ですか？ポイントはもうこの赤ですね。ね、それめちゃめちゃ映える。これも赤が、赤かクリスマスといえばな。確かに確かに、こういうクリスマスカラーで、はい、クリスマスっぽで、これをインナーを中心にコーディネート組んでみました。かわいい。全然大丈夫です。なんかワンピース新鮮だね。確かに私パンツが多いから、ね、それかショーツとか。あ、そうなんです。これでもちょっとシャカッとしてるからワンピースでもそんなに甘くなりすぎなくって、確かに。これはリアルバイしようと思ってます。それ何色展開ですか？これが2色で、あとブラックがあります。いいですね。黒もすごいおすすめなんですけど、今日は赤のインナーだったので柔らかく見えるようにしてみました。なるほど、似合ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、取れちゃった。ありがとうございます。じゃあシューティング頑張ってください。頑張ります。楽しみ。イエーイ。いけるかな。ちょっと待ってよ。準備しないといけないから待ってよ。ちょっと今メイクかな。全然大丈夫ですよ。はい、はい、来ました、はい、来ました。石田さん、石田さん、千さん、はい、おはようございます。おはようございます。今日はクリスマス女子会です。はい、そうです。今日はそのコーデを紹介したいので、はいはい、ポイントを教えてください。ポイント、はい、このワンピースとベスト、はい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 、なんといってもセットのアイテムなんですよ。あ、そうなんだ。悩んだ時はもうこのアイテム一つ選ぶだけで、このトップスとスカートが別々になってて、あ、本当だ。セットアップとしても着れて、そうなんです、ミートスカートで。そうなんです。かわいい。お、あ、開いてます。ポイントここでね。ここも開いててちょっと重い袖みたいな感じもできるし、なるほどなるほど。でこの
素材違いのベストも一緒にセットで販売してて、そうなんだ。もうこれつけるだけでちょっと大人っぽくなります。なんか普段ね、カジュアルなイメージなんで、ね、すごいでしょ。めちゃめちゃなんか女子会って感じですね。そうだって今日なんかあれ、ね、なんかおめかししてきてって言われたから、あ、そうです、ちょっとこれは頑張らないとと思って、いつもはねスウェットとかだけどさすがにちょっとかなと思ってワンピースを着てきました。かわいい。メイクもなんか普段と違いません？そんなことない？ちょっとでも濃いめのリップにしました。なるほど。ちょっと急にはシーンってなったじゃん。恥ずかしくなっちゃう。で、このちょっとバニティバッグ、ちょっとポイントにさせてもらいました。うんうんうん。かわいい。ちょっとポイントになるかなと思って、はい、アクセサリー感覚で確かにつけてますので。トレンドですもんね、ミニは。ですよね。うん、かわいい。かわいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。では、撮影もお願いします。頑張ります。バイバイ。バイバイ。かわいい。おはようございます。おはようございます。オケージョンコーデ紹介してもらいたいのですが、はい、ポイントは何でしょう。はい、はい、今推しのオケージョンのワンピースです。かわいい。お袖のプリーツの切り替えが可愛くて、でここの透け感もちょっと程よくて、確かに確かに大人な感じデザインになって。かわいい。その袖の広がりすごいかわいいです。 ありがとうございます。あとこれが丈が高身長でも着れるっていう。本当だ、おそろさん160、はい、167なんですが、167センチ、総丈を133とかなり長く作ってもらったのがお気に入り。なんかシルエットもね、ウエスト周りがキュッとしててかわいい。あ、それなんか絞っリボンでキュッと絞ってもらうことができまして、すごいスタイルもロング丈でもねスタイリッシュに見えてめちゃくちゃ可愛い。結構なんか丈長いのって若干カジュアル寄りのものが多いので、なんか綺麗めがお好きな方のご主人の方にも着てもらえるかなと思うのでおすすめです。可愛いです。ありがとうございます。お似合いです。お願いします。シューティング終わりましたね。はい。今日はそのオケージョンコーデのポイントを皆さんに聞いてるので、森ちゃんも教えてください。はい。私はカーディガンをポイントに持ってきてるんですけど、毛足長めの、トレンドの毛足長めカーディガンを。毛足長めの。はい。ちょっと部屋の中にいるときはこんな風に肩掛けして。寒くなってきたらもう冷凍しちゃって、寒いのを抑える寒いのを抑える寒いのを抑えるで、ワンピースだけでも可愛いです、可愛いです。実はリバイバルでこちら去年もすごい大人気でした。はい、今年もじゃあ待望の入荷があるそうなんです。小花柄なんですよ。ね、やっていいですかこれ。どうぞ。めちゃくちゃ可愛い。めちゃめちゃ可愛いんです。すごいタイトに見えて細見えするクロスのデザインで、でもすっごい伸びるんですよここ。本当だ、伸縮性が、伸縮性があるのでめちゃくちゃ着心地が良さそうな、チリなんです。そのプリーツの感じ可愛いですね。え、下の分かっちゃいましたか。分かりました。ちょっとちょっとこの揺れる感じがちょっと可愛いですね。足元はちょっと綺麗になりすぎずに、はい、サイドゴアブーツを履いて、いいですね、そのバランスが、はい、かわいい。女性女子に来ていただきたいオケージョンワンピです。ここもかわいい。そうなんです。これはミスティックで販売しているララの、メタルビーズネックレスでポイントになります。キラッと、キラッと、キラキラッとしております。髪もタイトにしてきました、ね、めちゃめちゃ大人っぽいですなんかメイク変えてきましたか。メイクは、あ、ちょっとアイシャドウをラメじゃなくてマットにマットベースでやってます。今日は可愛いです。ありがとうございます。じゃあこれからプレゼント交換です。あ、楽しみです。ちゃんと買ってきました。ちゃんと買ってきました。ちょっと1ミリぐらい自分に自分のが当たらないかなとか願ってちょっと本当に欲しいのかできちゃいました。お、楽しみです。
知の撮影もよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。スイッチがすごいんですけど、この人おはようございます。おはようございます。一人で始めるんだけど、いいですよ。おはようございます。切りいらないですもんね。切りますください。おはよう。ななみ、おはよう。おはようございます。ちょっとみんなには今日おめかししてきてと頼みましたね。はい、はい、ナナ私もワンピースで来ました。かわいい。ちょっとあえてちょっと黒は選ばず、うんうんうん、ナチュラルにモカで、かわいい、ちょっと大人っぽく着てみました。なんかその袖部分がすごい、お袖がめっちゃパフッパフッってなってるのがポイントです。上手。力こぶです。そのファーベストもね、可愛いですね。そうなんです。ファーベストもファーベスト可愛いです。雰囲気が変わります。本当だ。ちょっと寒い時にはファーベストもいいかなと思って持ってきました。なんか上品な女の子って感じ。最近ナナに髪暗めだね。そうなんですよ。ちょっと冬は暗くちょっと大人っぽく行きたくて、ガラッと変えてみました。可愛い。はい。アクセは？アクセはちょっと耳元にちょっと大きめのアクセサリーをつけて、ちょっと揺れてるね。はい、揺れ感が可愛いです。それはどこの？これはあのハンドメイドで買ったところのものなんですけど、なんかこういうクリスマスとかにすごいぴったりだなと思います。かわいい、はい、かわいいです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあクリスマスプレゼント交換。イエーイ。